海の始まり、第3話、夏、目黒蓮、弥生、有村架純と共に南雲家を訪れる。スノーマンの目黒蓮が主演を務めるドラマ、海の始まり、フジテレビ系、毎週月曜21時の第3話が15日に放送。夏、目黒、と弥生、有村架純が一緒に南雲家を訪れる。夏は恋人の弥生に、自分に娘がいたことを話した。そして、水木、古川琴音、と別れた時のこと彼女が海、泉谷聖奈、を産み育てていたことは知らなかったが、妊娠したことは知っており、おろしたと思っていたことも正直に伝えた。夏の話を聞いた弥生は、自分の過去に思いを馳せる。夏に言えずにいる自分の過去、その記憶を胸に秘めたまま、弥生は、夏が父親になるのであれば自分が母親になることも選択肢に入れてほしいと夏に告げるのだった。南雲家に行った夏は、そこで海と再会する。夏が会いに来てくれたことが嬉しい海は、大喜びして、はしゃぎすぎて疲れ果て眠ってしまう。茜、大竹しのぶは、海が起きた時にいてくれたら喜ぶからと言って、夏に夕食を食べていくよう促す。準備を手伝う夏に、水木に対する思いを語る茜。